こんにちは。こんばんは。おはようございます。今日はこんばんは。ハーフです。おー、夜の大阪でございます。夜の大阪。うわ、めっちゃいい匂いすんねんけど。大阪の街に来たって感じやな。めっちゃいい匂い。レッドバロン。レッドバロン。今日はですね、クリスマスイブイブ。クリスマスイブイブでございます、はい。僕の知り合いがですね、バイクをね、納車されたと。という連絡が来ましたね。まあちょっとちょっと前からバイク欲しい、バイク乗りたいんやけどっていう話があって、契約してきたって。これいつやろうな、今年入ってすぐぐらいちゃうかな、契約したって言ってきたんですよ。でもなかなかね、納車されてなくて、まだやねまだやねって言って、でそんなこんなで、中型免許をですね、その方はね取りに行かれましてね、僕も持ってるんかなって最初思ってたけど、持ってへんかったみたいで、中型免許を取りに行かはったんですよ。ほんなら無事に合格されたということで、まあその頃から言うても、僕の方がバイク歴長いかなみたいな感じでバイクの話をよくするお友達でございます。はい、納車されたらアゴさん一緒に走りたいという話があって、ほなどこ行こうか言うてて、まあある場所に行こうという話になりましてね、今からですね待ち合わせの場所に行くんやけど、さっき LINE が来て、アフさん出発早いって言われた。涙で言った。アフさん出発早いって。いや僕ちなみに今日仕事帰りです。その方とですね一緒に走るがために今日は納電出勤をしたんですよ。イブイブにイブイブに会いに行くと。京都から大阪までユニコーンなら。ひとっ飛び。ひとっ飛びでした。私ですね、こう見えてクリスチャンなんです。去年もなんかそんな話してたな。クリスマスはね、男女がプレゼント交換する日でも、サンタクロースが来る日でもなくて、イエス様の誕生日でございます。けど、息子にはプレゼントを考えなければいけないとか言いながら、僕は全然教会には行ってません。僕の心の中に神様はいるかもしれない。誰やねん。誰やねん。昔はね、ちゃんと行ってたんですよ。礼拝でお話しさせてもらったりね、人前で話すことが全くなくなったので、今は YouTube で喋ってる感じかな。まあ、大丈夫そうやと思うんですけど、うまくね、興味あることは、パラララって喋れるんですよ。パパパパって喋れるんですよ。でもやっぱり、興味ないことになると、結構ね、元からなんですけど、考えて、2、3テンポ遅れて喋るみたいな感じが多いかな。ケンタッキーの前通ったらさ、ドライブスルーがついてるケンタッキーやったの。ほんなら、もう大渋滞やったね。今日すでに。駐車場もいっぱいやった。もう大人気やね。合流でございます。さ寒い寒い言ったはんねんけど、合流でございます。後ろでですね走っておられる方と今合流なんですけど、僕のバイク旧車
900cc なんで僕のバイク 900cc なんで、後ろのバイクですね 125cc なんですよなのでゆっくり走りましょう。この時点で分かってる人は分かってるんやけどね、 誰が誰が後ろにいるのか。いや楽しいなこれさ。あのそうそう、あのその後ろのね方にね、どうせツーリング行くならインカム買ってよ言うてたんやけどお金ない言うてはったななんかマフラーとか買えてはって、あとでね、あの後ろの後ろの方のバイクを見せてもらいましょう。でっかいのと大きいのと、ちょっと一緒やちっちゃいのと大きいのとで、ツーリングでございます。初めてね、納車されて初めて行かはるんですけど、今日はですね、もう分かってる人は分かってると思うんですけど、あの御堂筋のねイルミネーションに行こうと思います。はい、ピレンちゃんではね毎年行ってますね、生きてました。でノーデンちゃんでまだ行ったことなかったっていうのもあって、後ろの方とお話ししまして、行こうかって向かっております。あ、ちなみにあのバイク女子ではないんでバイク女子じゃないです。イブ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 やから女子かなと思ってる人はひょっとしたらいるかもしれないですけど、女子じゃないです。やっぱいつ来てもすごいな。こっから始まんねえ。ここスタートです。こっから約3キロかな ?3 キロ ?2 キロ ?3 キロ?どっちがやったかな ?3 キロやったと思う。ずっとね、あの、イルミネーションがね、御堂筋の街を彩っとるわけですけど、さすがイブイブ。これはね、結構厳しいかもしれないぞ。これはやばいかもしれないぞー。おお、すげえ。なあ、だってイブイブやもん。イブイブやもん。はい、映ってるかな。ゆ実は。今日一緒に走ってるゆうくんです。ゆうくんです。ハンターカブですね。ハンターカブ納車されました。おめでとうございます。え、手袋は納車3日目です。はい、手袋してへんやん。あ、言ってんのめっちゃ混んでんねんけど、これは怖いぞ。大阪市役所かなでございます。すごいね、市役所お金持ちですね前も言ってたな、筋イルミネーション行った動画が2つ上がってますんで、3つ上がってますんで、ぜひですね、見てない方は見ていただければありがたいと思います。1回目は1人で行ったんかな1人で行ってほんで2回目はコロンさんとね行ったんですけど、コロンさんと一緒に行った時はおしゃべりしながら走ってるやつと雰囲気のやつとね上がってます。もちろんあの FGA でも行ってるんです映像だけの動画しか出てないんですけど、ちょっと諸事情がありまして、ちょっとあのさ、ここの病気でね
諸事情があって出さなかったんですけど、出してもええかな、もう。もう1年経ったからさ、出すかもしれないです。1年前の動画を今出すあるあるなんで。これは激ゴミやん。しかも今、19時33分ということで、そら、混むわって話や。美しい。この速度は進んでるけど、この真ん中の方全然進んでへんし、すごいよねこの感じ。これずっと灯ってるけど、ピカピカ光ったらやっぱり眩しいから光らさへんのかな、どうなのかな。ずっと光ってるやん。もうちょっとチカ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 とかさ。いやでも綺麗よね。なんか明かりっていいよね。焚き火の火の明かりも好きやけど。はい、ゆうくんがまたがるらしいです。はい、こかせんか、こかせんか、こかせんか、大丈夫。ちゃんあ、でも見て、あ、全然足つく。安定感すごい。でもね、何こんなん乗られてよ。こんなん乗りません、降ります。ゆうくんのバイクですね。これ同じ色ですね、可愛い。ちょっとね、青い青いの。あ、ちょっと青いか。ちょっとやってみる。まあまあやったよ。ボブランプついて、エンジンガードついてて、エンジンガードついてて、あとはセンターキャリア、あ、キャリアね、ここね、キャリアついて、マフラー変えて、マフラーは吉村、ね、でこれをつける、はい、延長のキャリアがついてます、下に。あ、キャリアがね、あ、延長のキャリア。なんせね、今日はですね、見てもらったら分かるように、大渋滞。すごいよ。めちゃくちゃ面白い会話をしてんのに、撮影カットの前に撮れてない。撮影撮れてない。二人でイブイブに御堂筋イルミネーションに来たっていう動画なんですけど、なんせ僕今日3周ぐらい回ろうかなと思ったけど、回れないです。もう終わりですよ。京都から来て、そう、あ、ちょっと動き出したの、合わせた。FG が通り過ぎた話。あ、 FG、 そう、 FG 走っとって、FJ 走ってた。 FJ バイク部が遅くしました。勝手に入れられてる、勝手に入れられてるだけやから。 FJ 買って持ってて、バイク乗ってる人らは FJ バイク部やから。両方所有してるからね。そうそう、かっこいいな。タイラップ、タイラップ D のこれで、これ D、 あ、 D のこういう車をやな。青の一人ごと。
カットするから、カットするから、ピーティーいるから大丈夫な。サンタさん、サンタさん、動画撮っても大丈夫ですか。あ、やった。サンタさん、お仕事頑張って。お仕事ちゃんと、だって、お仕事じゃないの、あのさ、ほら、ほら、なんか、アメちゃんでもくれへんか。お仕事じゃないの？あ、やれた。ナチュラル、ナチュラル。プライベート。なんて。プライベートの佐藤さん。これ、来年やろう。サンタの衣装着て、止まって、誰つけたら、お菓子あげて。なあ、いいよ。いいよ。やります？やってる方楽しい。FJ サンタブ。なんで結構みんなハッシュタグでなんとなく。FJ バイク。サンタブ。いや、FJ バイク部だけでいいよ。FJ バイク部で来年、サンタさんやろう。鼻でいける。いいよ、鼻はええねん。お前、黒木さんな。あ、黒木さん、元は。黒木さん。兵庫から送られたわけじゃなくなる。黒木さんは、黒木さん、あそこから10キロも行けないぐらいに生活してるから、バイクは。黒木さん、さすがに無理ですよ。あんまりなんかもう、こじんまりいいかな。ハンターカムちゃん。そう。SSDR 発表されましたけど。行けへんって。絶対行けへん。俺、ここ来るだけでもケツ痛い言うてんのに、青木さん。20キロ取ってんの、車で。それでも俺、ケツ痛い言うてんの。とりあえず、何やろ。それ、動画やん。動画やで。とりあえず、今から、ラーメンを。ラーメン、寒い。とりあえずラーメン食べたい。食べに行きたいと思います。ケツゴー。いやいやいや。